私たちはまだ子供だった。だけど何も変わってない。あの頃のまま私たちがいて、ヒヨもあなたたちがいて、だからね、もう一度みんなであの日に、あ、いや、あのキャンプ場へ行ってみるのも悪くないんじゃないかって。だってお前最近なんかずっと暗かったじゃん。だから余計なお世話、人が変わったみたいだったじゃないか。そりゃ変わるよ。俺だってもう子供じゃないんだから。だけど俺正直楽しみにしてたんだ、ジョーも来れるんだ。なおさら今が一番大事な時期なんだ。いつもそう言ってる。信じてくれたけど、キャンプも大事だけどバンドも大事なんだ。大丈夫、俺は何も変わってない。キャンプだって楽しみにしてる。それじゃあ早速行動開始。流れ星さ、どこどこ。ほら、あそこ。俺、時間が経てば人はいつの間にか大人になるもんだと思ったけど、本当はそうじゃないのかもしれない。ここで会ったら100年目。覚えてないとか言っちゃダメよ。あっちこそ、そう、せーの。そんなこと、俺は望んでなんかいない。俺はここを出たい、今すぐに。もし俺に原因があるんだって言うなら、俺だけを閉じ込めればいい。太一さん、私、あの頃の自分に戻りたかったんだ。だって太一は、あの頃よりたくさんのものを守ろうとしてる。たくさんの敵と戦ってる。たくさん悩むのはきっとそれだけ大地が進化してるからだ。俺たちはずっと一緒だ。そうだよ、一人で進化しようとしないでよ大地。どうした太一、いい顔してるじゃないか。ああ、お前もな、ヤマト、一緒にこっから出よう。おメタルクレイモン究極進化。